100万人の観衆の前に立とうとしない存在と、数千人だろうと彼らへ夢を語れるもの、選ぶならどっち？一般論として加工者を創価学会は求める、その先に庵野秀明氏。黄昏の狩人、それを、あるいは自身のそれとして使い、それはともかくあのブームを、作りはしたのだ。他の存在にはできなかった。自分は、後ろに隠れていたわけでは、ないが、前に出れたとして、出ただろうか？は疑問の残る部分はある。そして今も、最後はガンプラバトルで決着にしよう、と、王の意向に従え、と、対立とその答えは相変わらず出てない、そんな感じもする。その椅子は一つしかなく。ただ、それに座るのならガンプラバトルでの決着は否定を、せねばならないわけだ。そんな存在はいない。人は神にはなれない。責任家で、昭和天皇は引き受けたか。